中会津で小さな工務店をやっております山下です。縁のある町っていうタイトルをつけました。縁ってサークルという意味もあったり、子ども園保育園の縁集うという意味もあったり、妖艶の縁豊かな色という意味合いの縁もあったり、ご縁があって人と人とをつなげる豊かで、子どもたちも暮らしやすい町で、ピースで平和な縁の描くような、まあそんな意味合いを持って縁のある町とタイトルをつけました。椎茸生産者の野本です。安心して暮らせる町になったらいいと思います。安心、経済面もそうですけど、まあ、交通安全とか、犯罪の抑制とか、そういった面もですね、安心して子育てができる、子どもが成長できる街っていうのはなってほしいなと思いますね。10月20日は伊豆市議会議員選挙。そうしよう、どうしよう。